はね、僕は日本ではね、だからこそ緊急事態宣言にね強制力がなくても大丈夫なわけ。例えば職務質問かけてくださいよ、まあ、ある時期こう渋谷なんか歩いてるとよく職務質問されるじゃないですか。実は僕もよく職務質問されるんですけれどもね、あれ4人で取り囲みますよね。いや僕は職務質問に応じないよって、ね、まっすぐ今急いでるから用事があるからって言って進もうとして、もしお前さんに触ったり当たったりするとすぐ公務執行妨害で逮捕ですよね。で僕はどうしてるかっていうと、僕の携帯電話にはね、まあ、行為にしている、まあ、有名な弁護士のホットラインがあって、それにかけてですね、今弁護士につながったなんとか弁護士のですので事情をお話してくださいますかっていうふうにね、このスマホを向けるとね、もうあっという間にね雲の子を散らすように退散していくんですよ、ね、でこれが日本のおまわりさん、あるいは昔からのね統治のあり方であって、要はですね、その任意だって言いながら実は任意じゃないんだよね、任意だっていうことでその任意の選択を遂行しようとすると途端に強制執行されるみたいなことがね日本では起こる。で逆に言うとそのぐらいですね、任意でもまるで強制力があるかのように振る舞ってくれる従順な国民が多いわけですよ。なるほど。ということでね、実は統治権力 の, その従来からの伝統的ないわば別裁というかサクセッションとして、空気を作れば別に強制しなくったって国民は従うと。で下手に強制するとね、その安倍一派一味が文書を残さないのと同じ動機だけど、ね、責任問われるぞと、ね、あくまで自粛にしといて、ね、で自粛の結果何か起こったとしても自粛したやつの問題だっていうふうにしておけば責任問われないじゃないですか。なるほどね。でこれが日本における、まあ、統治の